寺島茂ては、大阪冬茨城市出身のプロ野球選手。左投げ左打。東京ヤクルトスワローズ所属。大阪冬茨城市で生まれ、2歳の時に、東京都国分寺市に引っ越した。幼稚園年長組の時から、兄と共に、国分寺市立第9小学校をホームグラウンドとする。 国分寺スカイホークスで軟式野球を始める。小学3年生で再び大阪に戻り、茨城リトルリーグで4年生から公式野球に転じた。ミノーボーイズ在籍中の中学3年生時には世界少年野球大会優勝を経験した。理性者高等学校では1年生からベンチ入りし、 唯一出場した全国大会である3年夏の甲子園では3回戦まで進出した。高校時代の同期には同じ投手の山口雄二郎がいる。U-18 日本代表に選出され、第11回、ブファ U-18 アジア選手権大会に出場、中国とインドネシアを相手に登板し、優勝に貢献した。最多勝ち、最優秀防御率賞。 ベストナインの三冠を獲得した。さらに、岩手国体でも優勝を果たした。2016年10月20日の2016年度、新人選手選択会議で、東京ヤクルトスワローズから単独1位指名を受け、契約金1億円プラスできか払い、年俸1200万円で入団に合意した。背番号は18。同期の山口も、 日本ハムから6位指名されたが辞退し、JR 東日本公式野球部に入部している。2017年2月の春季キャンプ中に、左内転筋筋膜炎を発症し、その後も左肘痛を発症するなど悩まされ、ようやく8月に二軍公式戦初登板を迎える。二軍公式戦において6試合に登板し、0勝1敗、防御率2.37の成績を残し、 9月30日に、明治神宮野球場で行われた、対中日戦において、一軍公式戦初登板、初先発を果たす。11月25日から台湾で開催された、アジアウィンターベースボールリーグにおいて、n p b イースタン選抜に選出される。2018年は1試合の登板に終わった。2019年はリリーフとして、3試合に登板した。 2020年7月7日の対中日ドラゴンズ4回戦に同点9回から投板し10回に味方が決勝点を挙げ4年目でプロ初勝利を挙げた。同年は救援として30試合に投板し、1勝0敗3ホールド、防御率2.48を記録した。2軍では9試合に投板し、1勝0敗、防御率0.00を記録した。高校時代の最速は、 時速 150km、ありがとうございます。